平成20年の阿蘇市消防団出初め式が1月5日土曜日に農村公園アピカで行われました。今年の出初め式は好天に恵まれ、青空の下、阿蘇市内の消防団員633名と中通小学校少年消防クラブの児童19名が競技場を行進しました。式では佐藤義興阿蘇市長の挨拶や来賓祝辞のほか、団長の訓示、勤続10年を迎えた38名の団員への表彰、93名の退団者への感謝状の贈呈などが行われました。天皇陛下のお言葉も報読され、今年も一致団結して火災や災害から大切な市民や財産を守ろうと誓いを新たにしました。